します。英語、メス牛、山形牛ですね。こちらがシャトーブリアンです。フィレの最も一番いい部分だけ。はい。こちらサーロインです。サーロインも一番いいところ、真ん中の部分を使います。下は俗に特上ロースとかって呼んだりするんですけど、青のコルト送られちゃったら、自分も連れ、子供を連れて入れるのがあった
して上から火をかけますので落とします。当店は自家製のすだちのバターを絡めて、はい、召し上がっていただきます。宮崎のサーロインと秋田のヒレ乗ってる方がサーロイン、はい、胡椒乗ってる方がヒレ、下がサーロインで、上がイチゴサーロイン、イチゴだけ。今日この3種類です。こちらがサーロインのすき焼きになりますね。サーロインとトリュフですね。その中にマスカルポーネチーズと自家製のピクルスが挟みましたので、ぜひ一口でご近所で食べてください。本日のサーロインですね。おはようございます。
ます。宮城県産のヤキウニでございます。新生姜とおかひじきの鍋ご飯でございます。おかひじきの緑、そうですね、はい。今おだしを引いてるんですけど、はい、ご飯食べるとお好みで入れていただいて、だし茶漬けみたいな感じでした。よろしくお願いします。お願いいたします。酒尽くしになってますね、今日。あ、今苦手なものなどないでしょうか。はい、大丈夫です。次はしゃぶしゃぶ仕立てですね。またちょっとキノコから真っ先入れて3種類キノコ、はい、アワビだけ、この太いのが柿の木だけ、この2本が柳マツタケっていう、あとマツタケと、あとこのサーロインの上にある脂の多いかぶりっていう場所のお肉をスライスにしたもので、これらを巻いてしゃぶしゃぶ仕立て。
大根おろしちょっと粗めにおろしました。鬼おろしと言われてね、それにポン酢をかけて、骨付きカルビのお肉と、骨付きカルビと腕のお肉の盛り合わせになります。本当に骨はもないけど、馬はレッドフィンクス。喜んで。カモネスですか。基本的にあのメインのお肉であったりお魚であったりとかは瀬戸内さんだと、はい、ステーキに関してはオリーブ牛1本の瀬戸内さん。あ、そうなんですか。じゃあ本日はあのイチボの部位でご用意させていただきましたけれども、あとは、今こちらに厚いお出汁をお継ぎしますので少々お待ちください。使用してるお肉がですね、オリーブ牛のリブロースですね。こちらのお出汁がですね、カツオ節とマグロ節を使用してまして、おいしいお出汁です。卵ですね。両手二択さんお料理お願い。最後今日やったの日曜日ですよ。
ヒレは今日は九州の佐賀で、佐賀同じ九州なんですが、サーロインは宮崎牛をご用意しています。作り方とも言われてるんですけど、お肉だけ最初焼いてやっていかれるから、牛通って僕のおさんの名前で、はい、実家の味付けをここでは採用してます。海鮮丼だ。そうなんですよ。あら、なんか今までって成形する感じが伝わります。結構焼き好きの特徴として、はい、こう油と肉を焼くっていうことがポイントで、こういうふうにこう、こういうのを出すのが結構ポイントなんですよ。煮るすき焼きだとなかなか出ない。焼き目。そうなんですよ。これが結構香りを出して、これが焼き好きの特徴みたいなのがあるんですよ。いや違います、福島県です。福島県です。牧島も濃い卵っていう福島県産の卵になります。でも食べられるの美味しいですよね。
幸せな気持ちになる。あらす。おかんの味付けなんですよ、これ。お砂糖多めな感じ。なんか、すごいなんかブレンドでうんたらとかじゃなくて。うん、勝負どころなんですよ、2店舗目なんですけど、人を乗せられることは運転手の島に1店舗目があって負けてればだね、負けてればだね、負けてると負けられないから、だっられない、わかるよ、ってなるさ、普段米の普段米大陸ってあるじゃない、